まだ、はい、ご覧の通り500と300がまだ混じって走っていますね。一旦おそらくホームストレート上で順位整理をして300と500を分けて、そこから再スタートに向かうということになると思われます。その再スタート直後に何台入るかもしれぬという、何台かは入るかもしれぬということですね、はい、あ、ロリンがもう帰ってきましたね。そうですね、いや何だったんでしょうね、ちょっと気になりますね。名手ロニー・クインタレリが 130R であんな走行するっていうのは何かあったとしか思えないんですが、そうですね、あの一番考えられるのはタイヤのパンクだと思いますね。ちょっとそのようなコースアウトの仕方のように見えましたが、とすると全体的にこのタイヤに厳しいのか、ミシュランタイヤがちょっと値を上げてしまったのか、または何かデブリを踏んで、はいはい、本当のパンクだったかもしれませんしね。あと、そうですね、K-Tunesの前にもタイヤ置いてあるな。あと65車シンティアも RCF の前にもタイヤ置いてありますね。この後もうここに動いてくるかもしれませんね。ここに来てそれほどフェイクすることはないと思うので、おそらく、ね、出てるところは近々入ろうとしてるのかなという感じはしますけどね。時々ありますからね、入ると見せてフェイクだったということもありますからね、はい。まあ、あと300に関しては向こう側もいるでしょうから、タイヤ置いてないけど入ってくる可能性もありますからね。そうですね、現在20周目を間もなく終えて21周目に入るところです。セーフティーカーラン、AU 先頭で、この後隊列も、あ、そうですね、もうオフィシャルがですね、コース上に、今ホームストレート上に立っておりますので、ここで順位整理、されるということになります。ホームストレート上、上段から見ると画面上左に500、右に300が並ぶという形になると思われますが、これまあセーフティーカー明けでピッとインすると、セーフティーカーが開けてからですね、リスタートになってからピットインすると、まあ、リスタート直後のラップタイムがやや 2,3 秒は遅いでしょうから、その分だけ得をするということですよね、はい。ですからほんのわずかですけれどもね、得をするといっても、ただその 2,3 秒で順位が入れ替わるとなると、それはとっても大きな 2,3 秒の可能性がある。そうなんですよ、次に、アンダーグリーンで入った車が、前方の車が自分の後ろに出てきた時に抑えることができますよね、はい、抑えようと思えばね。ですからその3秒、2秒、3秒は大事になってきますね。これで今トップのホッピー86よりも前に、このセーフティーカーの、まあ、後ろを走っている車が一旦送り出されて、隊列最後方にもう一回並び直す形に、はい、のために一周してくるという形になりますね。そうですね、500は全車も並んでるかな。そして300、ようやくホッピー86が見えてまいりました。このホッピー86以下は静止をする形になります。他の車は一周回ってきます。サーシャさん、はい、ジローさんどうぞ。ただいまですね、ロニー・クインタリ選手ピットの方に戻ってきていただきました。ですね、怪我もなく戻れたという状況のようです。ですね、高速の状況をですねお聞かせ願いたいんですが、まあ、130R に入った瞬間にフロントのタイヤ、右タイヤがバーストしてハンドル切った瞬間に、まあ、何もできなくてまっすぐに行っちゃった、まあ、ある程度減速させたからインパクトあんまり大きくなかったけど、でもすごく急になトラブルなのでびっくりしました、はい。いや、みんなもですね、あの速度でですね、アート側にですねクラッシュしたということで、体のダメージとなんかみんな心配してます。まあ、タイヤバーリアの吸収がすごく良くて、まあ、大きな衝撃ではなかった、まあ、問題ない、はい。まあですね、それで今ファンの皆さんもですね聞いて安心していると思います。まあ、今回ですねリタイアということで次戦に期待します。そうですね、すごい残念な結果だったんですけども、応援ありがとうございました。またよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございました。右フロントのタイヤが急に、これは異常をきたして、はい、そうですね、でなんかデブリ踏んだかもしれないですよね。130R 曲がろうとした瞬間ということですね、はい、パンクでしょうね、エアが落ちて、それでまっすぐ行っちゃったって感じですね。ちょっとまあバリアには斜めに当たったので正面じゃなかったから、まあ、ラッキーでしたよね。まあ、そしてバリアが吸収が良かったんで大きな衝撃にはならなかったと、はい、いうふうにロニー・クインタレリ選手は言っていましたけれども、さあこれで隊列ができて、はい、
今500の前にセーフティーカーが走行中です。まもなくヘアピンに向かうところですが、改めて順位を見ていくと、中島和樹、AU トムス、LC500 がトップ、キーパートムス2番手、3番手に上がってきましたワコーズ、4番手にカルソニック、インパル、GTR、5番手エアティエ、メイセックス、6番手レイブリック、メイセックス、7番手にデンソー、コバライナーですね、8番手が景品、9番手に、モチュール無限、MSX、 10番手がウェッツスポーツ、11番手ゼント LC500、 12番手がクラフトスポーツ GTR、 13番手が、モデューロ MSX、 14番手、リアライズ GTR、 そして、この14台ですね、はい、さらにモチュール GTR はリタイアという形になりました。一方その後ろの300ですが、ホッピー86がトップ、 K チューンズ RCF の2番手、3番手はスバル BRZ、 4番手ゲイナーの GTR10 号車、アドミックマッハ車検が5位、6位が、ランナップ GTR、 7位に、モデューロ MSX 道上ですね、8番手 ARTA の福蔵ミレイ、9番手にマネパランボルギーニ、10番手初音ミクという得点です。まだセーフティーカーのルーフのランプがついたままですね。バックスレッドで消えなかったらまだもう一周ですかね。そうですね。今ピットの状況としては、あ、出てきたな、景品なんか、あ、レイブリックが準備してますね。レイブリック出てきましたね。各社どうやらそろそろセーフティーカーランが終わると見越して出てきました。景品も今準備してるのが見えますね。景品とレイブリックは隣り合わせだから、ちょっとね、同時に来ると陸軍、ただちょっと離れてるんですよね、間にあの柱がある関係で。ああ、そうか、隣同士なんですけど、他の隣同士よりは近くないです。そうですね、1台分ぐらいあります。その前ですね、もう1台、あれはリアライズ GTR かな、準備されているように見えますが、まだ、もう1周あります。22周目に入りました。さあ、この後再開とともに一つの山場を迎えそうです。三沢さん、この後注目ですね。そうですね、まずこのトップ3がどういうペースでリスタートを切っていくか、その中で、まあ、今タイヤを準備している NSX 勢あたりが後半に向けて、どういう、ね、展開が、待っているのかというのはちょっと面白そうですね。そうですね、まあ、あのウィンドウは開きましたけど、残り周回数が30周ありますから、ちょっとロングドライブになるので、タイヤとしては先ほどのまでのやつよりはやや固めでいかなきゃいけないと思うんですよね。一方の前方走ってたトムス勢がピットの用意がちょっとできてない、やってないようなので、このタイヤでまだ引っ張れるとなると、折り返しまでこのタイヤで行けたら残りも同じタイヤで行けますので、非常に、まあ、トムス勢、レクサス勢ですね、はい、上位3台に、はい、次郎さん、映像にもあったと思うんですけどもです、NSX2 台、景品とですね、レイブリック用意、あ、そしてその後ろで無限の方も用意できてますけど、ちょっとですね、みんなピットが近いんですよね。景品とですね、レイブリックだと、あのメカニックの意気込みを見てますと、景品さんの方が先かなっていう感じがするんですけども、その後ろがまたすぐ後ろですね、無限さんがタイヤを出してというところで、ちょっとこの辺ですね、ピットの作業でちょっとトラブルっていうか、交錯が出なきゃいいと思うんですけども、以上です。はい、幸運にもこれ順位通りなんですよね。レイブリックが前で、景品がその次、その次に無限ということで、順位通りに入ってくると、どれもピットタイムが同じだったら前から順に出ていくことになりますので、まだその部分はちょっと救いですよね。あ、前途も用意されてますね。ハサシャさん、はい、やはりレイブリックが一番先みたいですね。ちょうどですね、景品 のピットのあたりから入れるみたいですね。それで景品が入ってくるとっていうのは、レイブリックのですね、メカさんが一人ですね、景品さんのピットの前にまた最終こんなところでサインを持ってます。なるほど。さあ、以上です。ランプ消えました。いよいよこの後レース再開ということになります。一気に入ってくる車がありそうです。はい、レイブリック景品あたりから入ってくるのか、この辺はレポート通りとなるのか注目です。レクサス勢が入らないとするとかなり優位ですね。サシャさん、はい、レクサス製はゼント、そしてウェッツが用意されてます。以上です。はい、ウェッツスポーツ、そしてゼントのタイヤが用意されているようです。 NSX は景品、そしてレイブリック、
あとは GTR では、どうですかね、リアライズかなが準備されているようにも見えましたけれども、さあペースが上がります、はい、中島和樹 130R、はい、スピードを上げていよいよレース再開になります。23周目に入ったところからレース再開です。セーフティーカーランが続きました。さあコース上でもレース再開ですが、今度はピットロードでもレースが始まりますね、はい、これね。さあまずはトップ3台はピットに入りません。 GT500 後ろはどうでしょう。パナソニックも入らない、 ART も入らない。さあレイブリック入った、景品入った、そしてモチュール NSX、 その後ろはどうでしょう。さあそれ以外の車が抜けていきます。デンソー、そしてウェッツスポーツいますね。その後ろゼントですね。このどうやら5台です。ホッピー入りましたよ。ホッピーが入っていますか。マッハも入りましたね。さあどうやらホッピー86、そしてそうですねマッハ車検、さらにランナップ GTR、 初音ミック、マクラーレン、そしてリアライズ GTR300 の方ですね。そして D ステーションアドバンテージ、さらに、こちらはシンティアも RCF、そして87号車のランボルギーニも入ってきました。そしてサッシャさん、サッシャさん、はい、ホッピーはですねタイヤが用意されていません。もう入ってきてるんですけれども、タイヤが用意されていません。そしてマッハも、ご講師マッハもですねタイヤ用意されていません。おお、2つとも無効感という形になりました。25号車、5号車のマッハ、さあ今出ていくのがまずはモチュールが先ですか。あれモチュールが先です。モチュール入りますね。なんと入れ替わりました500ですが、そしてホッピーは今コースアウト、タイヤは変えていませんのでタイヤは温まっています。500の方はおそらくタイヤを変えています。モチュール、でもモチュール前に出たということはこれはこの作業が早かったのか、可能性ありますよね。そうですね、ピット早かったですね。さあそしてマッハ車検も出ていた、その後ろからはウェッツスポーツ、そしてどうでしょうリアライズ GTR、 こちらはランナップが今初音ミクの前に出ていきました。リアライズ300の方も今こうファストレーンの方に出ていきます。さあトップ3台はこちらテールトゥーノーズというもうこ連なった状態で今一周回ってまいりました。最終コーナー立ち上がっていきます。さあおーっとエイム入る。さあこれで中島和樹、そして後ろからはワコーズも入った。ワコーズも入りましたね。 ARTM 来ました。これで関口とそして大島に変わるという形になります。これ AU とワコーズのピットの時間が注目ですね。さあ見ましょう、タイヤは変えます。関口が今乗り込むのが見えていきます。先ほど入らずに一周遅らして入ってきましたね。これね、これはやはりストップを走っていたので、もうピットの混乱が予想されていましたから、 なのでトップの車両はさっきの状態で絶対入りませんよね。うん、で、一周帰ってくるともうピットが大体落ち着いているので、はい、一番まあセオリーではないかと思います。フロントグラスのマイザーも取って、さあどうでしょう、 AU38 秒5、ワコーズ38秒4、ほぼ同タイム。38秒台で行くっていうことは燃料満タンでスタートしてましたね。燃料給油量はちょっと少なくて済んでるような感じです。そして ARTA も入っていたようですね。そうですね、 ARTA も今出ています。結構いい距離でつながりましたね。これ ARTA 真後ろじゃないですか。これピット早かった、 ARTA のピット早かったですね。確かにこれタイヤどうですかね。これも4輪交換してっていうことだと作業が非常に良かったということになりますが、そういうことになりますね、はい。さあこれで今16号車の、これでが前、さあこれで AU は今3番手で復帰、今このまま結局ピットインでは、36号車の AU がトップ、その後ろがワコーズ、そしてその後ろがデンソー ARTA ときて、このモチュールの16号車は9番手走行中。2周目に入ってますんでぐいぐい追いついていきますよね。どこですかね、ちょっと待ってくださいね、順位整理しますね。いずれにしてもこのモチュールが今先ほど入りました。さあ1周遅れてキーパーが入ってきました。